大官。大官とは、君主ないし領主に代わって、認知の事務を司る者またはその地位を言う。日本では、武家政権における役職の一つとなった。中世以降の日本では、預かり初代、国司の木大、守護代、小守護代、児頭代、あるいは出征した軍勢への統括を代行する、人代などの大官職があり、さらに、それらの大官である。 また大というのもあった。そもそも、大官という概念は、綱領及び、所領の政務、支配を代行する職を言った。主な例は、仏家政権成立以前の国司とその職務を代行した、木代が挙げられる。平安時代以降、国司自ら着任することなく国府の政務を代行、容認された容認という制度が確立し、容認をした国司より、 国府に木代という地位が置かれることが一般的となった。鎌倉時代以降、守護時統制に基づく武家政権の土地支配の権力構造が成立すると、複数の諸国に守護職を得た御家人が守護代を置くようになり、守護の職権を代行した。室町時代においては、幕府直轄領の管理者が代官と称され、 守護の大官たる守護大やその大官たる小守護大などとは区別された守護大の項目三章このように、講義における大官職は国師の木大や守護大のように人国の職務を代行する地位を広く指したが、室町時代以降となると、当初は室町幕府の直轄領地の支配を代行する地位を指すようなり、これに習い、 戦国大名たちも自身の直轄領に大官を置くようになったことから大官を職名とする地位全般を指すようになった。特に、安土桃山時代以降は、織田信長が自身の家中において、家臣を城下に居住させることを徹底し、領主不在の領地が急激に増えたこともあり、家臣の死むしるの地行地もまとめて大官に管理させるようにいた。江戸時代、 幕府の大官は、軍代と共に勘定奉行の支配下に置かれ、ろくの旗元の地行地と天領を治めていた。初期の大官職は世襲であることが多く、在地の称号族、地侍も選ばれ、幕臣に取り込まれていった。大官の中で有名な人物として、二来山大官所の江川太郎左衛門や藤川秩水の、大官小群孫大部三代、松崎大官所の宮川智之助左衛門、 天草大官、鈴木繁成などがいる。官営、1624年から1644年期以降は、理量的大官が増え、任期は不定ではあるが数年で交代することが多くなった。おおむね大官所の支配地は、他の大名の支配地よりも暮らしやすかったという、なお、寸府町奉行、佐渡奉行等とは役割が違うので注意が必要である。 大官の身分は150票と旗本としては、最下層に属するが、身分のありには、支配地域、権限が大きかったため、時代劇で悪大官が登場することが多い。こうしたことから、大官とは、圧政で百姓を敷いたげ、商人から賄賂を受け取り、土地の女を好きにする悪大官のイメージが広く、浸透した。今日、 無理難題を強いる上司や名上を指してお大官様と揶揄するのも、こうしたドラマを通じた悪大官のイメージが強いことに由来する。ジョークで物事を懇願する際に相手をお大官様と呼ぶ場合があるのも、こうした時代劇の影響によるところである。しかし、実際には少しでも評判の悪い大官はすぐに罷免される。政治体制になっており、尻死欲に走るような悪大官が、 長期にわたって存在し続けることは困難な社会であった。過酷な年貢の取り立ては農民の調産につながり、かえって年貢の収量が減少するためである。実際、基金の時に合死者を出した責任で罷免、処罰された代官もいる。そもそも、公日の通り代官所に勤務する人員の数は限られていたため、代官の仕事は非常に多忙で、 ほとんどの大官は上に書かれているような悪事を企んでいる暇さえもなかったらしい。ただし、それでも、稀には悪大官と言える人物もいたようであり、文献によると、ハリマ国で8割8分の年貢、聖徳の地の時代の天領の年貢の平均が2割7分6輪で、あったことと比較すると、明らかに法外な取り立てであるを取り立てていた大官が、いたそうである。しかしながら、その一方では、 領民たちを重い税から救うために、自らの命を犠牲にして、年貢の減免を幕府に訴え続けた鈴、茂成や、同じく自らの命を犠牲にして、領民たちを飢饉から救った井戸正明などをはじめ、明大官と呼ぶにふさわしい清廉潔白な大官も、少なからず存在していたことも事実である。通常、大官主配置は数万国くらいを単位に編成される。 大官は支配所に、陣屋、大官所を設置し、当地にあたる。大官の配下には10名程度の手付、武士身分と数名の手代、武家奉公人が置かれ、大官を補佐した。特に、関東近辺の大官は、江戸上府で、支配は、手付と連絡を取り行い、大官は検知、県民、巡殺、重大事件発生時にのみ、支配地に赴いた。遠隔地では、 大官の在地が原則であった。諸藩でも大官が設置されており、家臣の地方事業の倉前化が進むと、求人自身に代わって大官がまとめて、事業地を調税、管理するようになった。諸藩においての大官は十国未満の価値クラスが、認ぜられている藩や、土地の有力者等が世襲しているものもある。その場合も、藩内での価格は価値であることが多い。一方で、 柳川藩や長州藩などでは、馬回りが大官になっている場合もあり、一律ではないが、少なくとも軍部業よりは下である点は共通する。また、柳川藩では、長崎外文役、長崎危機役よりは上である。また、飛び地などでは、在地の不能を大官に任命することが多く、役人を派遣しない藩もあった。このような場合の報酬は、 苗字縦脇などの身分特権や、面相や紅葉瓶の利用許可などの租税特権などであった。十万九千国の柳川藩の大官役領和名は、安永頃の文献町では、白米二国三と一生、夫銀一枚とある、柳川藩立花家文献町。人員は、藍津松平家時代の藍津藩で十五人、戸岳時代の大垣藩で十一人、米沢藩で五人である。 幕府の初期財政は貿易収入、金銀採掘によって潤沢だったが、次第に輸入超過となり、採掘量も減少する中、1657年の明暦の退化の復興のため、家康以来の貯蓄もほとんど使い果たした。そこで年貢収入に目が向けられ、大官方を特例するようになった。 初期大官には、家康との個人的結びつきによって認じられた土豪大官と、これを統率する大官頭があり、時には年貢収入を請け負う地元のお民、臨時大官もあった。幕府は、大官の土地経営や商売を禁じ、大官の半資料地的であった、支配地に変えて、地業地を与えるなどして、公私混同的地方経営からの点を図ったが、年貢の指摘利用などが続き、 改革は困難を極めた。そのため、1681年、天南元年に環状銀味役を設置、1687年、上京4年に総大官の会計監査を実施して、不良大官の大量粛清と人事移動を行った。さらに1716年からの強法の改革でも大館粛清が行われ、1725年、 共放十年の口前直接習得の廃止とともに、大官の役人化が強化された。大官所とは、江戸時代に、江戸幕府直轄の領地、支配所、天領に設置され、大官が派遣されて、統治を行う役所のことである。江戸時代においては、幕藩体制が確立していたこともあり、大官所の規模は、その支配地域と比べて比較的、小さかった。 幕末の五条大官所、南山と七万国では、大官一人、幕臣の手付け三人、お抱えの手代十人、四分しかいなかったという、他に、下働きの足、中間はいる。また、在地の有力者を大官に任命する場合は、専用の大官所は設置せず大官の居宅を、大官所として使用し、大官の補佐役も、家族や使用人など、在地の者が兼任した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。